マスキングテープとか使っちゃおうかな。いいですね、確かに可愛いオリジナルの手紙ができます、ね、自分だけのって感じですごい楽しいかも。お友達の方はどんな方なんですか？お姉ちゃんみたいな存在です、2年ぐらいも会ってないのでもう会いたいなって書いてて思いますね。ちなみにどんなこと書かれたんですか？手紙書くの初めてでドキドキって書いてわあ、早く届くといいな誕生日に手紙を送りませんか？どんなお父さんですか？いい意味でお友達みたいな感じで、たまにお揃いの T シャツ着たりとかめちゃめちゃ仲いいんですけど、やっぱ手紙は恥ずかしいですね。でも誕生日だからって送れるというかきっかけになりますよね。どんなこと書きますか？支えてくれてというか、笑顔にしてくれてありがとうみたいな。絶対明日パパちゃんも絶対喜んでくれますよ明日パパちゃん誕生日くらいね。ね誕生日に手紙を送りませんか？お願いします。芦田さん入られます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。いや、めっちゃ緊張しますなんか初めましてそうですよね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。これ最初はフリートークというかですよね。はい、わかりました。はい、本番、よーい、またスタート。ちなみにどんなこと書かれたんですか？私ですか？でもまだ全然なんか手紙書くの初めてでドキドキって感じなんか手紙でしか言えないことって結構ある気がするんですよね。いや、本当にそうです。なんか普段なかなか言えないこととかスラスラ書いちゃいますもんねはい、カットで。素晴らしい。どうしようかな。マスキングテープ貼ってみましょう。かわいいかもですねどうしよう。なんかあるんですか、お父さんの直してほしい部分とか。毎日言うとなんかそういうのありそうだと思って。そうですね、直してほしいところあの、私猫飼ってるんですけど、よく猫と私の名前を間違えるんですよそれやだそれやですね。よく猫にマナーって言ってたりとかして可愛いけど直してほしいというか、そうですね。面白い。なんかありますか？私はでもなんかその私がすごいなんか食べ物の好き嫌いが多くて、なんかその野菜がちょっと苦手なんですけど、食べ終わるまでなんか席を立たないでとかちょっとそういう食に関しては厳しいので。そうなんですね。はい、そこはちょっと直してほしい部分で私も直さなきゃいけないんですけど、ね、いや、もうちょっと多めに見てほしい、多めに見てほしいと思ってだからそうですね。やっぱり野菜は多めに見てくださいじゃないですか、うん、そうですね、野菜は食べたくありませんとか野菜を多めに見てくださいって、それちょっと書いちゃおうかな。確かに手紙で書いたらもっと伝わるかもしれないそうですね、伝わってほしい。私も書こうかな、名前間違えないでくださいいいかもしれない。はい、カップで、カップ、猫の、ね、面白かったとか同じです。一緒になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。あっという間でした。はい。今日本当に初めてお会いしたので、すごく最初は緊張してたんですけど、あの撮影が進むにつれてすごくあの気さくに話してくださって、あの私がこう話したことにもたくさん返してくださったりして、本当にすごく撮影楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ
いや本当にまさか共演できると思ってなかったので本当これが初めましてで、しかも撮影がどんどん始まってったんですけど、なんかどんどん自然に馴染めて、すごいさすが芦田愛菜さんだなと思いました。すごくとってもなんかいろいろ話しちゃいました。そうですね、私は結構仲のいい学校の友達に手紙を書いたんですけど、そうですね、やっぱりいつも一緒にいてくれてありがとうとか、なんかこういうところが好きでいつも助けられてるよとか、なんかこれからも友達でいてねみたいな、こうちょっと面と向かって言うと仲が良すぎるがゆえに恥ずかしくなっちゃって言えないような感謝の気持ちを書けたらいいなと思ってました。私は小学6年生の時から仲がいいダンススクールに一緒に通ってたお友達にお手紙を書いたんですけど、手紙が初めてだったんですけど、その送るのはだから本当いつも言えない感謝の気持ちだったりとか、あとずっと約束してた旅行の話とかを書けたらいいなって思います。そうですね、父にはなんだろう、いつもこう私が落ち込んでたりするときにこうさりげなく笑わせてくれてありがとうとか、なんかこういつも私と母のこう小さいわがままを聞いてくれてありがとうとか、嫌な顔せずに聞いてくれてありがとうとか、やっぱり父にもなかなかこう毎日顔を合わせる分、こう素直に言いづらい部分があるので、手紙で伝えられたらいいなと思いました。手紙を書くのは小学生ぶり中学生ぶりとかなかなか書いてなかったので、本当に今思ってる素直に感謝の気持ちとか手紙だから書けるって感じ、あとはちょっとふざけたなんかこととかなんかそうですね、普段野菜を食べなさいとか言われるので、それはちょっと多めに見てねとか、そういうふざけたことも書きました。本当に手紙1枚書くのにこんな時間かかったっけと思うぐらい、今日なかなか進まなくて大変だったんですけど、それが多分伝わると思います。なんかなんですかね、デコレーションも含め。ありますね、結構便箋とか、まあ、封筒とかもそうですし、こうなんかイラストを添えたりとかするのも結構凝ったりするのが好きな方で、やっぱりそういうことってやってもらえるとすごく嬉しく私は感じるので、なんかこう私もなんかそういう思いを手紙に載せられたらいいなと思って、結構選ぶのは準備には時間かけますね。私も本当にそうで、むしろなんか封筒とかそういう便箋を一番大事っていうか、そういうのを選びに買いに行くのもすごい楽しいし、逆にその上に自分でシール貼ったりとかマスキングテープ貼ったりとかして自分流にするのもすごい好きなので、その自分がなんかなんだろうな、デザインしたものをプレゼントするっていうなんかすごい素敵な感じがして、そういうデザインはすごい好きです。なんかすごい素敵でしたよね、一気に大人っぽくなるっていうか、可愛かったですね、はい、可愛かった、爽やかで、私結構そのお誕生日の時にその手紙を書いて渡したりするんですけど、やっぱりそうやってこう手紙を書く時にすごくその人のことを考えて、なんかこう思い出とかをこう1年間の思い出とか、こんなことあったねって私がそうやって思い返せるっていうのもすごく楽しいですし、逆に友達から手紙をもらったりすると、あ、そんな風に私のことを思ってくれてたんだとか、こんな思い出があったなとか、こういろいろ思い返すことができて、すごくいつも、手紙っていいなと思います。私はその誕生日とかに家族でお手紙交換したり小さい頃してたんですけど、その小さい頃書いたやつをお母さんとかお父さんまた財布に今もしまってくれてますね。はい、そのなんかこの間それを見た時にちょっと感動しました。便箋だったり文章だったり切手だったり、あ、こういうのを私のために用意してくれたんだ、選んでくれたんだなっていうのがまず伝わってきて、それがすごく手紙って嬉しいなと思いますし、こう直筆で書いてくれるので、なんかこう遠くにいたとしてもその人をこう近くに感じることができたりだったりとか、なんかこう手紙と一緒に過ごす時間ってすごくお互いのことを
考え合うような、うん、そういう時間なような気がするので、あの本当に手紙の良さっていうのはそういうところにあるんじゃないかなと思います、うん、素直になんか普段は恥ずかしくて言えないようなこととかさーって書いちゃうし、あと何ですかね、なんかそのやっぱ手紙って残るじゃないですか。だからそのずっと一緒に生活できるっていうのもそうだし、あとちょっとなんだろうな、日が経ってから読み返すのもすごい面白いし、なんかすごいなんだろうな、なんかすごい大切なものっていうか、物には変えられないっていうか、すごい手紙ってもらうだけですごいハッピーになるので素敵なものだなって思います。